はい、すいすいプロジェクトのしんです。前回の動画でもご紹介したんですけども、以前、東京浅草で人力車に乗ってきました。4月の3日と4日にかけて、東京に旅行に行ってきたんですけども、その際に体験をしてきました。感想なんですけども、めちゃくちゃ良かったです。いやもうほんと良かったんですよ。車椅子ユーザーの僕でも何の心配もなく今回利用することができました。そこで、多くの方にもこの感動をぜひ共有したいなと思って、今日はこの人力車に関する話をシェアしようと思います。すいすいプロジェクト。音がうるさいですね。風がすごいですね。はい、今回僕が浅草でお世話になったのは創業25年の恵比寿屋さんというところで人力車を体験してきました。今まで日本全国いろんな観光地、またいろんな施設を車椅子で利用してきたんですけども、この恵比寿屋さんは車椅子ユーザーへの配慮がもうダントツに素晴らしかったです。今回人力車を利用するにあたって僕が心配だったのは人力車への乗り移りと、あと走っている最中の姿勢の保持っていうのが心配でした。乗り移りは皆さん想像できますよね。僕は立って歩くことができないので自分で乗り移りすることができません。でもう一つ姿勢の保持なんですけども、僕は鎖骨から下が動いていないっていうことなんですけども、要は、腹筋と背筋も効いていないので、車椅子のように背もたれのある椅子でないと自分の姿勢を保つことができません。要は背もたれにもたれかかって姿勢を保っているんですね。これはなかなか健常者の方には理解しにくいと思うんですけども、そうですね。よくジムとかにあるバランスボールがあるじゃないですか。あの上に立ってるような感じですかね。あの状態で人から横から押されると皆さん倒れてしまいますよね。あんな感じです。なので人力車が走ってる最中に、揺れであったり急ブレーキとかで体が倒れてしまうっていう心配があったんですね。この2つが僕の中での心配要素でした。では予約から当日の流れまで簡単にご紹介をしたいと思います。まず予約なんですけども、予約は電話とインターネットどちらでも可能です。でここで、何時から利用したいか、またどんなコースを走りたいかということを決めるんですけども、それに加えて自分の障害の状態についてもお伝えしておく必要があります。また事前に確認しておきたいことはこの予約の段階で聞いておく方がいいと思います。例えば僕はその姿勢の保持が難しかったので背もたれの高さっていうのがすごく気になっていたんですね。背もたれが高いとそれにもたれかかって座ることができるんですけども、背もたれが低いとどうしても倒れてしまう危険性があったのでそこを確認しました。はい、では当日ですね。当日僕らは、11時から予約を取っていました。で11時に浅草の雷門前の交番、ここで待ち合わせをしていたんですね。で11時にスタッフの方が来てくださるんですけども、天気が良ければ雷門前で撮影をしてくださいます。で僕ら車椅子ユーザーってどうしても人が多かったりすると人混みを避けてそういった撮影のポイントまで行けないことが多いんですよね。そういうことを分かっていらっしゃったのか、じゃあ雷門前で撮影しましょうと言ってくださったので、そういった小さな配慮がすごい嬉しかったですね。で雷門前から20メートルぐらい離れたところに乗車のポイントがあるので、そこまでまず移動することになります。でこの移動の最中もすごい人だったんですけども、スタッフの方が、安全に誘導してくださるのでここも問題ありません。実際に乗車のポイントまで移動しました。でここでまず決めるのが最終確認として、どういったコースを何分間走るかっていうのを決めます。で今回僕らは30分 でちょうど桜が綺麗だったので隅田川沿いの桜のコースを走ってもらうことになりました。季節によって景色が変わる、でそれを人力車で眺めるっていうのも一つの醍醐味ですよね。さあここで乗り移りなんですけども、まず実際にノーカットで映像を見てもらいたいと思います。はい、このように移乗をしてもらったんですが、この際、お姫様抱っこか、あとはおんぶで移乗をしてくださいます。ですごいなと思ったのが、お姫様抱っこで座った後に、僕の姿勢が安定するまでずっと体を支えてくださっていたんですね。先ほど説明した通り、僕らは体幹が不自由なので、急に離されるとバタンと前に倒れてしまう危険性があるんですよ。健常者の方ならパッと離しても姿勢を保つことができるんですけども、体幹が効かない僕らにとってはそれはとても危険なんですね。でもこのスタッフの方はそのことを分かっていたのか、僕の姿勢が安定するまで最後まで体を支えてくださっていました。こういったところがすごく配慮が行き届いているなというふうに感じたポイントですね。また気になってた背もたれに関してもそこまで低くなかったので、十分安定して、座ることができました。すいすいプロジェクト。走っている途中なんですけども、揺れはほとんど気にならなかったですね。これは多分人力車の車輪が大きいっていうのと、あと引き手のスタッフさんが、揺れが少ないように、また急ブレーキ急発進がないように引っ張ってくれていたおかげだと思います。あと走っている最中には、いろんな観光のスポット、今回だとアサヒビールのビルの由来であったり、あとスカイツリーに関するうんちくなんかをいろいろ話してくれて、すごい楽しかったですね。一点気になったことといえば、そのコースを回っている最中にいくつか撮影ポイントがあって、そこで写真を撮ってくださるんですね。でその時スタッフの方が引き手を地面に置くんですけども、そういった際に座面に少し角度がついて前のめりになってしまうんですね。分かりやすく言うと、要は走ってる最中っていうのはこの状態なんですけども、引き手を下に下ろすとこういう風に前に傾いてしまうんですね。こういった際に体が前のめりになってしまって倒れそうになったことがありました。幸い隣に、一緒に乗ってくれてる方がいたので、その人に体を支えてもらったので、その時は何もなかったんですけども、ちょっとここは気をつけた方がいいかなという風に思いましたね。ただこのことをスタッフの方にお伝えすると、次からは角度がつきすぎないように引き手は地面ではなく台の上に置いてくれるようにして、対応してくださいました。こんな感じですね。はい。すいすいプロジェクト。はい、いかがでしたでしょうか。車椅子ユーザーの目線っていうのはだいたい110センチから120センチぐらいなんですね。この目線の高さって小学校の低学年ぐらいの子たちと同じ目線なんですよ。要はめちゃくちゃ低いんですね。でも今回人力車に乗ると目線が 2m50 センチぐらいになって、久しぶりに気持ちよく周りの景色を見ることができました。これはどの障害の方にも言えることなんだと思うんですけども、障害を持ってるからやめておこうっていうふうに制限をかけてしまうことはよくあることだと思うんですよね。昔僕もそうでした。でも自分がこれをしたいっていうことをどうやったらできるんだろうっていうふうに考えて、それを実現するとすごく自信になるんですよね。もし車椅子ユーザーの方で人力車に乗ってみたい方は、ぜひ今日の動画を参考にしていただければと思います。また質問等があればコメント欄に書いてくだされば、僕の方でお答えしようと思います。はい、では今日はこの辺りで終わろうと思います。また次回の動画で皆さんお会いしましょう。おお、すごい雨だ。さよなら。